ちは。こんにちは、さゆたかさん、はい、もうこのシーズンになってきました。インあタイガーみたいな、はい、あ寂しいですね。まあ、毎年出ることだからね、はい、まあ、これは仕方ないけども、はい、まあ、ただ昨日か今日、うん、今日かな、中日の福留孝介選手が引退を表明したということで、ちょっとそうだな、よくやったけどね、無念だろうね。まだやりたかったって思いがあるんですかね。いやいや、監督が立浪監督になってさ、はい、福留も PL の立浪っていうのに憧れて、はい、で中日にドラフトされて、はい、で先輩にいてくれてみたいな、はい、やっと一緒に監督の下でできるという、まあ、そこでこう力が発揮できない、うん、衰えを感じて、まあ、そこで引退を決めたという、はい、ものすごくなんかこう男として無念さを感じるんだよね、うん、無念さの方が大きいですかね。そうだな、やっぱり先輩の力になりたいと思って、うん、やっぱり力みもあったと思うけどもね、はい、で春先、まあ、先発でも使われたりだとか、うん、まあ、主に代打だったんだけども、はい、まあ、結果がです、まあ、2軍にずっといたということ、うん、まあ、2軍にも片岡というはい、まあ、PL のね大先輩がいて、まあ、本当に悩んだと思うよ、うんうん、まあ、でもこれは年齢がね、そうです、今年45歳、そうだね、はい、まあ、本当によくやったと思うし、うん、まあ、俺も2004年、はい、まあ、2003年2004年っていうふうに一緒のチームでね、はい、まあ、全日本で長島ジャパンで一緒にやって、うん、まあ、彼はまだずいぶん若かったんだけども、うん、まあ、だけど手がかからない選手だったね。手がかからない選手、もうね、自分のことはしっかり自分でできる選手だったよ。まあ、アテネの思い出は、はい、オーストラリア戦で負けたんだけど、風が、センターからライトに吹いてたんだよね、はい、で1対0で負けてて、7回か8回ぐらいに福留がランナー2人置いて、はい、完全にホームランだっていうのを風で流されてファールになったんだよ。あの一打はなんか今でも目に焼き付いてるけど、あれ風がなかったら勝ってたなっていうようなね、うん、でもいろんなドラマを生んでくれる選手だったよね。そうですよね、うん、でやっぱねバッティングは天才的だわ。あのバッティングはなかなか真似できないというか、はい、こうしぶといしね、で狙った球の打ち損じっていうのはものすごく低いし、はい、まあ松井が三冠を取れるかどうかって言った時に阻止したのは福留だったし、はい、やっぱバッティング技術っていうのは大したもんだったよね。そうですよね、うん、まあ、9回だったりその延長で出てきてもそのホームランを打ってくれるとか、ここっていう時に必ず打つとか、まあ、そうだね、はい、なんて言うんだろうな、まあ、頼りがいのある、またね性格もねシャイなんだよね。あ、もう出てますよね。いや俺は何もしてませんみたいな顔してるけど、はい、いやいや大仕事だからみたいな、うん、まあそういうことがあったけどもね。だけど性格的にははにかみ屋で、うん、まあ、テレ屋で、はい、うん、でも野球に対してはやっぱ熱かったな。 そうですね、その一番最初、まあ、中日に入ってメジャーに行って阪神に行ってまた中日に戻ってくるんですけども、うん、最初その中日に入ってきてちょっと活躍していくっていうのを豊さんはその解説そうだね、で見てたんですよね。まあショートに入って、まあ、あんまりね、うん、うまくはなかったよ。最初ショートなんですね。そうそうそう、外野じゃなかった。それで、まあ、手を焼いた監督が、はい、あれ星野さんだったんじゃないかなと思うんだけど、はい、まあ、外野に回してね、うん、でも外野からもう何も言わなくてもいい選手になったね、まあ、内野だったらポジショニングのこととか、はい、まあ、取り方だとか、うん、いろんなことを指導されたと思うけど、うん、外野に行ったらもうこれはなんか天職を得たみたいな、うん、そんな感じのうまさだったよね。肩は強いし、はい、やっぱ内野をやってるだけに1本目のスタート早いし、うん、で落下点に入るのうまいしね、うん、だから何にも外野行って守備のことは何にも言われたことはないと思うよ。ああそうだった。いやそのぐらいやっぱうまかったよ、うんうん、でバッティングもその中日の入ってすぐこうすぐにもうあの活躍というか頭角を現していったんですか。まあそうだね、まあ、社会人にね、はい、まあ、ちょっと行ったということもあって、うん、レベル的に、うん、まあ、すんなりこう入っていけるような、はい、そういう感じだったよね。うん、だから、まあ、甲子園でのホームランとかも見てるけど、はい、あまた一人天才がおんなってみたいな感じだったよね。で
あの中日の黄金期の時にももちろん福留選手いましたし、はいはい、落合さんの時のでそこからまあメジャーに行くんですよね、うん、いやメジャーそうだな、はい、メジャーに行っても、はい、メジャーに行った時はちょっとなパワー不足というかさ、うん、彼でも、はいまあ、そんな感じはあったけど、まあ、ヒット打つことに関してはね、うんまあ、天才的な部分があったからまあ、それなりの結果は残したけどやっぱりみんなが求めるからホームランっていうのをねそうなんですよねちょっと意識してまあちょっとバッティングを崩したりとかいろんなことがあったとは思うけども、うん、でも彼は本当にまあメジャー行っていい勉強をして、うん、多分日本に帰ってきて、はい、で日本に帰ってきてまあ打てないことはないけどもでも帰ってきた時もすっとこうね、はい、今までいたかのように、うんなんかこう結果を残し続けたというね、まあ、阪神でそうでしたねそうだね、うん、だからまあバッティングは何も言うことない守備に関してもない、うん、だから走塁にもう少し目の色を変えてたらもっといい選手になってたと思うよ そうです、ね、あの走塁は走塁というか、まあ、盗塁とかね、はいまあ、走塁というか、うん、一つ先の塁を狙うっていうのはやっぱうまかったんだけども、はい盗塁に関してはまだあんまり色気はなかったな、まあ、そうまあクリーンアップ打ってたしっていうのもあるんでしょうねそう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 俺も走る必要ないでしょみたいな、はいまあ、そんな感じもあったけども、うん、だけど走らせても上手かった選手だしね、はい、だから隙のない3拍子揃った選手だったよね、うん、あと相手バッテリーからすると福留選手ってどんな風に嫌なバッターだったんですかこれ多分キャッチャーに聞いたら一番わかると思うけど、はい、見逃しの三振だ取れたと思う瞬間からバットが出てくるんだバスイングがめちゃくちゃ速いからあいつあそうなんですね、うん、だからそういう感覚でキャッチャーはいたと思うよ取れたと思ったのが、はい、打たれたみたいな一瞬にしてこう変わるというか、はいまあ、そういう感じのバッターだと思うよボールをやっぱりしっかり引きつけられて、うん、速いスイングで対応が効くという、はいだから最も打ち取りにくいバッターの一人だったと思うよ。あ、そうなんですか、ね、あと自由に来るときと、はい、何も考えないで来るときとやっぱこのボール一点に絞ってくるとやっぱ違ったよねへえ。あ、これ完全にこうなんかこうハマってるっていうかさ、はい、ロックオンされてるっていうようなことが分かるようなバッターだったよねうーん、まあ、解説席でこう見てると、はい、あれなんでこのボールに手出さない、うん、え、これも出さないえ、ひょっとしたらって言ってその決め球を待ってるとか、うん、決め球は必ず投げてくるっていう自分に対してっていう、はいまあ、そういう駆け引きのできるバッターであったしもう本当に速いボールにタイミングを合わせて、うん、全てのボールに対して対応していこうっていう姿もできたしだからもういろんなこう七変化というか、はい、バッターボックスでいろんな考えを持って変えていけたバッターまさにその、まあ、クレバーというか賢いというかああそうだねそうですよね、うん、なんならもう打つ方向、はい、とかもうしっかり決めてここは絶対引っ張るとかここは絶対流してて、はい、詰まっててもいいから落とすとか、うんまあ、そういうことのできるバッターだったよねなんかその、ね、天才的な賢い選手がまた一人こう、ね、そうなんだ引退されるって寂しいですね俺らなんかは若手のあのフルスイングとかいろんなことがあってすごい楽しいんだよそういうものもねだけど福留見てるとやっぱり意図が分かるんだよね見逃した意図があそういうあここは絶対打ってくるなってああ打ったみたいなだからそういう楽しみがある選手がまた一人減るっていうのはまあ寂しいよね、そうですよねただ最後にまあ古巣の中日に戻ってきて若手の選手がまあ、短い時間でしたけどその福留選手から 何か少しでも学べたりとか学べないと思う天才すぎて分からないと思う福留のバッティングってあそうでもごくシンプルだけどねシンプルだけどでも福留はおそらく言葉じゃなくて、はい、見て覚えろっていうタイプだと思うあ見て盗めっていうタイプだと思うだから多くは俺多分福留の性格だったら語ってないと思うただコーチになった時に、はいまあ、例えばコーチになるとしたらね、うん、あの理解できるかどうか彼が言ってることが、はい、あだからそこは不安だけど、はい、ものすごく高次元にいるからあだからこう下げてあげて、はい、話してあげるとすごくいいコーチになるかなっていうふうには思うけどねそうですね、うんでまあ、引退試合が巨人戦っていうのももう発表されましたし、はいはいねえなんか寂しいは寂しいですけどいやいやそれは寂しいよなでもまあ毎年この時期にはね、うん、誰かが引退を発表し、はい
まあ、現役を辞め球界を去っていくというね、うん、まあ、その繰り返しではあるけども、はい、俺なんかはやっぱこう同じチームでね、うん、2年間っていうか、はい、その長嶋ジャパンの時に、はい、まあ、一緒にやってるのが、うん、もう残りが福留と和田だけなんだよ、ソフトバンクの。あとはもうみんな引退して、うん、はい、まあ、解説者になったりコーチになったりだとか、うん、いろいろしてるけど、あ、やっぱそういう意味では本当長くやったなと思うよね。ないですよ、まあ、アテネなんか一昔だもんな、もう。いや、もう二昔か。昔ですよ、うん、なあ、18年とかですね。そうだな、だからそういうことから考えると、まあ、あの時は若かったんだろうけどもさ、うん、でも福留もあの時手がかからなかった、うん、まあ、和田を考え思い出すと、うん、やっぱあの時から考え方がしっかりしてたというかさ、はい、やっぱり考え方がしっかりしてる人間っていうのは長くできるしね、うん、まあ、福留なんかもその間メジャー行って戻ってきたりとか、いろんな慌ただしい野球人生だったけどもね、うん、でも最後にはやっぱ俺は無念が残ってると思うよ。やっぱ立浪監督っていうのをね、はい、やっぱあいつが一番男にしたいと思った一人だと思うよ、監督としてね、うん、だからそれに力は及ばずということで、うん、まあ、引退という、まあ、無念だろうね、男としてね。そうですね、うん、ただ最後のあのバッターボックスに立つ姿っていうのはファンの方も野球ファンの方全員がきっとすごく、いや、ね、胸に焼き付くシーンになると思うので、うん、やっぱ球界の中のスターだったしね、はい、あのでもあいつはね、なんか照れ屋だから泣かなそうなんだよね、うん、涙の豊かさでした。大丈夫だよみたいなでも裏に入って泣くタイプだと思う。あ、見えないところだったり廊下とか戻ったところですよね、うん、その映像を俺は撮ってほしいなで俺に くださいで泣くんですよね。いや、俺はあいつが泣かなくても俺は福留の、はい、まあ、一緒にやった姿を見とか、うん、なんかこうなんていうのかな、まあ、予選の時、うん、ライトのフェンスにこうひっついてジャンプして撮ってくれたとか、うん、まあ、思い出すとやっぱこう胸が熱くなるしね。そうですよね、うん、まだこの動画で泣いちゃいけないと思う、ね、もううるってきてますよ ね、まあ、でも、うん、あの本当に長い間ね、はい、まあ、本当にお疲れ様でした。ね、俺の中ではすごくいい思い出があるし、はい、あの次の人生とかね、うん、まあ、引退試合が先だけども、はい、まあ、素敵な引退試合をね、うん、やってほしいと思います、はい、ね。